はい、おはようございます。本日は2021年5月14日金曜日でございます。朝10時20分ということで、昨晩はねこのリトルアジア南阿蘇というところに泊まりました。バイクのブレーキがぶっ壊れたりとかいろいろトラブルがありましたが、なんとか無事にね今日も出発できそうというところで、いや本当良かった良かった。で今日なんですけど、阿蘇山の火口の方に行こうかなと思って、その後大分県に入ります。なんかね梅雨が結構近づいてきていて、なんか明日からもう雨が結構強いみたいなんで、まあ、今日一緒に大分に行けるように頑張りたいと思います。それではよろしく。はい、ということで今阿蘇山の火口に向かっております。わあ、めっちゃ景色やば、超綺麗。あの奥の方になんか阿蘇山の火口が見えて、黙々と煙が上がっていますね。はい、なんか今ねその阿蘇山の麓に来てね、ちょっと写真撮ろうと思ったらね、なんかレンズ制御エラーっていうなんかエラーが出て、なんか写真撮れなくなっちゃったんですよ。でなんか僕使ってるこの1024ってその広角レンズがちょっと調子が悪いみたいで、はい、ちょっとということであのレンズがぶっ壊れました。今日行けないんですか？行けない？え？なんで？え？え？行けないの？え？なんで？どうして？え？は？え？嘘？なんか今阿蘇山の火口がね立ち入り禁止らしいんだよね。なんか危険な状態らしくて、え？マジかよ、せっかくここまで来たのに。うわーうわー、マジかー、最悪だー。うわー、現在、火山活動の活発化により火口周辺1キロメートル以内の立ち入りを規制しています。火山ガスも多く発生し大変危険ですので、阿蘇山の登山を禁止します。阿蘇山の登山を禁止します。We now have a message from the island.めっちゃめっちゃ牛さんがいる。景色やばということで道の駅阿蘇にやってまいりました。おー、ワンピースのウソップがいますね。大分県に入ります。熊本県と大分県の県境までやってまいりました。ここを越えると大分県でございます。はい、ということで熊本県ありがとうございました。よろしく大分県。